香川県坂出市にある瀬戸大橋記念館の屋上展望台から雨の離散瀬戸を望みます。雨と風でビデオカメラのレンズが濡れてピントがうまく合いません。三味島の島陰から現れたのは、前日まで四国中央市の三島川之江港に寄港していた海上自衛隊の砕氷艦しらせです。海上の霞と雨によるレンズの曇りで撮影環境が非常に悪く、ピントをうまく合わせることができません。肉眼ではもう少しはっきりと見えているのですけどね。この後本艦は瀬戸内海を航行して明石海峡から大阪湾へと進み、紀淡海峡から紀伊水道、そして外洋へと出ていき、訓練航海を行いながら次の週末の寄港地である青森港へと向かいます。距離が近くなり、ピントを合わせやすくなりました。正面を通り過ぎ、間もなく瀬戸大橋に差し掛かります。南備讃瀬戸大橋の下を通過しています。瀬戸大橋を通過しました。天候と視界には恵まれませんでしたが、瀬戸大橋を通過する砕氷艦しらせのレアシーンを撮影できました。